フリッツ・メルビュー・カミーユ・ピサロ。フリッツ・メルビューは、デンマークの画家である。世界各地を旅して、各地の沿岸や港の風景を描いた。若い頃には当時、デンマーク領であった、カリブ海の島に住み、それらの島やヨーロッパの街の風景が物残した。デンマーク、シェラン島のヘルシンゲルに生まれた。役人の息子で、兄に海洋画家として有名であった、アントン・メルビューがいる。 兄から絵画を学んだ。1849年に、デンマーク領西インド諸島に移り、セントトーマス島に住んだ。この島で、後に、有名な画家になるカミーユ・ピサロと1850年に、出会い、ピサロは画家を志すことになり、ベルビューは友人であり、絵の教師となった。セントクロイ島などで過ごした後、百五十二年に、ベネズエラに移住した時、ピサロも同行し、 カラカスや港町ラグアイラで過ごした。ピサロは2年ほどでセントトーマス島に戻り、その後パリに移るが、メルビューは1956年までベネズエラに泊まり、ヨーロッパにしばらく滞在した後、アメリカに渡りニューヨークにスタジオを作った。カリブ海やカナダのニューファンドランド島などを旅して制作を続けた。ニューヨークで親しくなった風景画家のフレデリック・エドウィン・チャーチ。 1826から1900としばしば一緒に旅した。1866年からは極東に旅し、北京を拠点に日本を含む各地を訪れた。3年後に43歳で上海で没した。ありがとうございます。